はいどうも、えー、にゃんですいろいろ副業の方がね最近忙しかったんで、ま、首突っ込むのが遅くなりましたが、ま、禁断ボーイズが、ま、フィッシャーズに喧嘩を売った件についてで、ま、俺なりの見解を、えー、お話し、えー、しますで発端は、ま、フィッシャーズのうなほと、ま、シルクロードが動画の中で、ま、下ネタを言う人たちを小馬鹿にするような発言をしたでそれを禁断ボーイズは フィッシャーズがいじめを受けてた過去と関連づけて人気や社会的な影響力を利用して下ネタを使う人たちを攻撃してるんじゃないか遠回しにいじめてるんじゃないかっていう指摘をしたのねでもともと下ネタを言わないのがフィッシャーズでございますからという表現に対してフィッシャーズのメンバーのペケタンが過去にツイッターで「年越しセックスしたいなぁ俺もおっぱいを揉みたい!」視聴者にネタで「 全裸斜名を要求するリプを飛ばしてたことも指摘をしてたまあ簡単に、まあ、経緯を説明するとこんな感じなんだけど、まあ、こっからね俺の意見を言わしてもらうと禁断ボーイズが正しいと思うで魚民は怒んないでねこのこと言ってもねであの視聴者さんのコメントに向こうも直接的な名前出してるわけじゃないし結局被害妄想だろうみたいなのが結構あったのねでもさ 直接的にに名前を出さなななかっったららいいいいのっていうことにならないフィッシャーズが今年の4月25日にガトリング式輪ゴム銃で嫌いなやつフルボッコにしてやるって動画上げたんだよねで発泡スチロールに人の絵を描いてそれを的にして輪ゴムを装着したガトリング砲を打つみたいな内容でその時に視聴者たちが的に 書かかれた人は誰なのかっていうことでいろんなね YouTuber の名前をコメント欄で書いて現にそのフィッシャーズの動画を見た人たちがまあとある人たちの動画を荒らしに行ったわけさで俺も被害者の一人だったで現に YouTuber 自身が名前出さなくても何かにおわせるような動画をあげることで視聴者たちがさ勝手に解釈して 暴走して、ていいろんな方面に迷惑をかけけるるっていうことがあるわけよ。だから直接的な名前を出さなくてもいいっていうことにならないし禁断ボーイズがアンにこうディスられた気持ちになるのは十分なんか、理解ができるかなでそしてまあフィッシャーズが過去にまあコンドームやテンが使ったネタの動画入れてるじゃんそんなクールに王道のアイドルを気取る必要ってなんかあるのかな まあ勘違いナルシストもちょっと甚だしいんじゃないかなーって思うよだからまあ禁断ぐらい影響力を持った YouTuber がフィッシャーズの矛盾点をしっかり詰めてくれたことは俺自身めちゃめちゃすっきりした内容だった禁断ボーイズありがとうっていうね気分になりましたで次に、まあ、ペケタンの気持ち悪いこう下ネタツイートに関してだけど まあこのツイートはね、まあ、2013年の11月から2014年の1月にかけてのものがいろいろ発掘されてるらしいねで内容自体ははっきり言ってちょっとこう盛りのついた中学生レベルのツイートまあ女子からすればちょっとあ気持ち悪いって思うなんかレベルの下ネタかな、まあ、スマートではないよね まあ昔のことだし、まあ、今はペケタンも考えが180度変わって下ネタがね嫌いになったんだろうねまあ俺もそうなんだけど人間ってなんか若い間さいろんなものに影響を、まあ、受けてコロコロやっぱ考えて変わるもんなのよで俺自身18から20歳にかけて下ネタがめっちゃ苦手だったのでも、まあ、今は自分からガンガンそういうの言っていくし苦手意識はほぼゼロになった まあそういう意味で人間いろんな経験をしていけば考えが変わることもあるしペケタンの件に関してはまあ過去のことだし何とも思わないっていうのが俺の意見です。手、ねまあ、わげでまあ人間まあ生きてればいろんなことありますよ。特に YouTube 活動をやってるってことはまあ日々ねまあネタっていうのを出していかなきゃいけないわけだから矛盾することもそれあると思う。 うん、ただやっぱり矛盾点を、まあ、やっぱ指摘されるのも YouTuber なのかなっていうふうに、まあ、僕自身は、えー、考えてます、まあ、ただその矛盾点を指摘された後のやっぱり対応っていうのを間違えないようにねしたらいいんじゃないかな何も問題がないんじゃないかなっていう気が、えー、します、まあ、でなわけで、えー、以上ミズニャンでしたもし、えーまあ、この動画がいいと思ったら、えー、高評価、えー、よろしくお願いします